にちは、オカリナ塾講師の下原です。今日も頑張ってオカリナ塾、はい、頑張っていきたいと思います。最初のねスラーの出始めの音はタンギング入れていきます。で低音部分がね、F 管はちょっとやっぱ小さくて聞こえづらいので、ちょっと、4分音符の半分ぐらいの8分音符ぐらいの長さにちょっとして演奏しました。これでこうすることで、まあ丁寧にね、タンタンと置いて、タンタンタン、すぐドに行っちゃわない。これ大切。レララレド。